加古様へのメッセージですけども、本日2024年3月の27日、16時26分、もっとあらかじめに言っておけばいいかなと思いますし、以前の私の親戚のおばさんへの電話の内容を聞いてみていただいたらわかるかと思うんですけど、予約しています。富永神経科クリニック。で、まあ、その病院へ行かなあかんわっていう話で進めるのならそこでしょうね。正直どういうふうな考えなのかっていう返答をね、動画でアップロードしてくれっていうことを言ってるのであって、淡井圭介は。もう、この言葉遣いで敬語使ってないか、もう、タイヤも取られてます。で、何でも店に関して、何でも店でよかったでしたっけ？まあ、そういうふうな名称のものだったと思いますけども、老人男性、黒服を着た、他の老婆で黒服を着たものが出てきてますけども、動画をたくさん上げてっていうのはそういう意味じゃなくて、時間の経過とともに一月ごとぐらいにね、何か動画アップロードしてもらわなかったら何がどうなってるのか状況がわからないんですよ。何が伝わっていて何が伝わっていないのか、何でもいいや、ただ会えばいいやっていう形だったらずさんな世界しかできないということです。だから強制性が強すぎるんだと思いますよ、コンピューターの世界で。まあ、加古さんは、まあ、加古ちゃんって言った方がやっぱりお互い、まあ、人間関係で言うこと、本当は親しみを込めて、そういうふうな名前の呼び方の方がいいと思うんですけども、まあ、世界のルールは法律なんで、電波で抗議をしてはなりません、喋ってる言葉でもね。そうそう、動画今日、ショートの方、撮影させてもらって、その、淡井圭介が心の声で、その、好きですかって聞いた時に、はいっていう返事をしてくれてるところ、一回も見た時、喋ってない時の方の映像だったんですね。だからそれ、二回撮影したのか、していないのか、それとも、三回撮影したのか、どうかなのか、それともコンピューターによる、AI による、その、画像を、意図的に書いたのかどうか、それとご本人でもどうですかね、人によって見てるその映像は違う可能性もあるんですけども、最初ね見た時この辺りちょっと化粧で赤い色ちょっと入ってませんでしたっけ。もうそうなってくるとね、その赤色自体がコンピューターグラフィックなのか本当に現場で化粧をしていたのかわからないです。これがもうこの世の中の実態だから、そのまあ、普通に考えた電話という手段があるのになぜそれを使用しなかったのかっていうところが僕はもうよくわからないですよ。僕に直接電話してくれたらまだわかりやすいのにっていう、その動画でアップロードしておいて、あと、まあ、例えば動画で結婚希望相手、まあ、僕みたいにね、淡井圭介さんですとか言ってくれた動画が昔あるんであればそれは出してほしいし、ないのであれば言ってほしい。それがなかったらそのどうなんですかね、赤坂御所行った時、例えば今年の29日そういうふうに言ってますけども、何かなかったら追い返されるんじゃないんですか。じゃあ行くだけ無駄ですよね。でこの辺撮影してこの地点の家の住宅に入らないでくださいっていうことは言ってますよね。それするから建築業界がたくさん家を建てますっていう、それはもともとテレビ局の連中がし始めたことであって、そこを、皇室まで、行い始めたらもう話めちゃくちゃになってくるんです。でこの件はまあ何回も言いましたので、もうこれぐらいにしときますね。一旦これで、この動画すぐアップロードしたいと思います。時間はもう明日の午前中なんですよ、予約してるの。